の一瞬だ。どうブラザー知らせゴールです。いつもご視聴ありがとうございます。そうですね、今の冒頭の動画見ていただけましたでしょうか。螺旋11層の、1問目の上半ですね。でタルタリアとベネットと勝利と、主人公ですね、やってます。でタルタリアの構成なんですけども、天空の翼で会心率とか上げて、会心ダメージ上げてっていう形で、元素爆発も全部、効果が高威力でできる設定になってますね。通常攻撃は双剣だけの攻撃じゃないっていう形になってます。一応元素熟知も入ってるこの楽団セットっていう形が今の状態。これ置いといて後でタルタリアに戻りますね。でベネットと主人公は普通に元素の回収のしやすい清風剣であったりとか亡命者、これ亡命者で6ポイントね全員回復しますんで、そういう設定のものを入れてみたりとかしてます。で勝利ですね、勝利の方はこれちょっと今ねビルドがちょっとごちゃごちゃだったんですけども、元素爆発の使うんで旧貴族とか使ってもっと爆発的に威力を上げたり、こちらの岩のやつやったりとかしてもいいかもしれないですね。で武器は天空で威力を上げてチャージ効率を上げるっていう設定の勝利にします。これはこれでもう置いといてなんですけども、で今後のお話ですね。今後のお話で勝利ってのが、HP ぶりの勝利とかにするとこちらのシールドの吸収量が非常に高いキャラクターになりますんで、しかもシールドの継続時間が20秒と長い。なので、シールドを結構置いておけるっていうのと、こちらの柱の共鳴の岩でシールドも置いてったりとかできるんで、非常にその味方に対してシールドを置きやすい。で、共鳴するものがこちらの主人公の岩創生物の量だと、周りフィールド全部、つけることもできるし、そのシールドの落ちる量っていうのが継続的にかなり長いものになってます。こちらの元素爆発のこの継続時間も今15秒なんですけども、これがまた5秒伸びて長いですし、星落としのやつもこれ継続時間かなり長いです。なので共鳴がかなり長い間乗るっていうような形になってますね。最後勝利の柱最初に打って、で中盤でまた打って退場してすぐにタルタリアベネットとかで戦うっていう方法でやると今みたいな回り方になるようになります。でなのでシールドがほとんどシールド結晶シールドを拾うタイミングとかちょっと気をつけなきゃいけないけど、シールドがかなり付与される状態になりますね。ただ今見た通りたまにね長時間戦ってるとシールドが付与されなくなってるタイミングとかあるんで、そこら辺はね、ちょっとコントロールとかしていただいてって形なんですが、さあこちらのタルタリアの話に戻りましょうか。タルタリアじゃなくてもいいんですけど、タルタリアでいきますね。で今って例えば体験とかで向こうの剣であったり、こちらの行幸用と言われるこの浮世の城って言ってシールド強化20プラスその攻撃力が上がるっていうものが実装されてるじゃないですか。これって攻撃力が2倍になるんですよね、シールド持ってる時。なので今のタルタリアの時にシールド持ってたら、例えば浮世の弓たるものがあったとしたら、受けるシールドの威力も高くなるし、攻撃力が現状でかける4%なんですけども、これが倍になるんですよね。例えば、万が一ごとつした時の話ですよね。そうなってくると 80% 攻撃力が上がるような内容で、浮世の城自体も攻撃力が上がると。なのでおそらくこの向こうの剣とか向こうの片手剣とか浮世の城とか、浮世の弓とかそういうシリーズが今後1.2 になっても増え続けるはずです。なので、それを例えばタルタリアとかに装備させた場合、かなり火力もバカ伸びするし、シールドも強いものがなるしみたいな形で非常に強くなるんじゃないかなと思います。ただ武器はそれにしますよね。で何がすごいかっていうと次ですね、生物。今この楽団使ったり、例えば逆跳び使ったりいろいろやったりとかする人みんないると思うんですけども、これって通常攻撃とか銃撃ダメージがアップするものであって、元素爆発とかに直接影響するのは楽団の元素熟知だけなんですよね、見てみると逆跳びであったりとかも。なので
そういった生物じゃないのが今後実装されるというところで、あの水の生物が実装される可能性がありますよね。あのなぜなら今は岩とか、まあ、火のやつとか雷とかしかないんで、おそらくその水の生物も実装されるであろうというような形になります。その場合って大体水のダメージが、ね、15% アップして、あとはこちらの火のやつであれば、まあその元素反応が起きてなんかいろいろ発動するものであったり、まあ、風だったらね拡散反応とかなんか固有のもので全く違うものがあの加算されるようになります。なので水の生物の場合は例えば、まあ、スキル元素爆発を当ててから何秒間とか、なんかそういう縛りで例えばダメージがね 20-30% 伸びるとかっていう可能性があるんですね。そうなると何が起きるかっていうと、あの通常攻撃も銃撃もあのスキルの元素爆発も威力が爆伸びするって形になりますんで、もう今のムーブで元素爆発全員で回してタルタリア15秒で元素爆発回るみたいなあの感じにすると非常にやばいのかなと思います。ただ今の話だとやっぱタルタリア持ってる前提とか6突前提とかそういう話になるんですけど、これはあくまで、まあ、可能性が今後非常に広がってるっていうところの考察になります。水生物が実装されました。で、向こうの翼、向こうの弓が実装されましたみたいな感じで、多分こういう感じでいろんな強化がされていくキャラクター、例えば氷のキャラクターとかも今後実装されたりしますよね。それがシールドをめちゃくちゃ回せるこの岩のコンビ、このコンビとの相性があのいいものがかなり増えてくるっていうような予想になってきますね。まあ、簡単に言うとそういう予想が立てられてるっていうところなんで、皆さんもそこら辺意識しながらちょっと勝利というものまだピックアップ中ですんで、あの考えていただければと思います。ただこれを回すときに必要なのが、まあ柱が多ければ多いほどいいんですけど、こっちの元素爆発をやったときにシールドを付与するっていうこちらのね2突が必要になってくるムーブになるんで、勝利ってのはまあ、今後シールドを強力なシールドを回して元素爆発を回してみんなの火力サポートをプラス自分の火力アップみたいなことでやるのであれば、こちらの2突が結構必要になってくるキャラクターなのかなって一応注意しておきます。限定キャラでまあ万が一手届きそうな2突までっていう形になります。3突4突も強いんですけども、基本的に今のムーブシールドを付与して例えば向こうの翼とかが実装された時に結構強力になるっていうことで考えると、こういう選択肢が生まれてくるんじゃないかなっていうような形でピックアップ中っていうのもあります。はい、ちょっと長くなりましたけど、こんな感じの考察もちょっとたまにはね立ててみようかなっていうことになります。あ、もちろんその実装されてないことですし、ちょっと今ね全く役に立たない情報かもしれないですけど、ちょこういうふうに考えるのも面白いですよっていう一例になります。どうもありがとうございました。ではあの今日の動画は以上になります。ぜひチャンネル登録と高評価してあのご支援いただけると嬉しいです。生放送よくやってますんで、あのよければそこに遊び来てコメントくださってゆっくりしててくださると非常に嬉しいです。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。